っていうか、パパには聞いてほしいのよさ。はい、マキナです。おう、マキナか。久しぶりだな。はい、おじいちゃま、お久しぶりです。でも、どうして急に？すまんが、マキナ。もう少し大きな声で。私ももう年でな、耳がよう聞こえん。お前ももう知っとるとは思うが、サリナが事故にあった。あれは事故なんかじゃないよ、おじいちゃま。事故なんだよ、マキナ。あれは不幸な事故だ。わかるか？わかりたくもないよ。マキナよ、どうだ？そろそろ家に帰ってこんか？今さらだよ、おじいちゃま。何を今さら言い出すんだよ。そう怒るな。私がお前の見舞いに行かなかったのにも、それなりの理由があってだな。私はお前が未だに廃人状態のまま長期入院していると聞かされていたんだ。正隆君のことをまだ気にしておるのか？あれは事故だったんだ。おじいちゃま、私はもうあの家には戻りたくない。お前の気持ちはわかる。背負うものの大きさを考えれば、誰もができる仕事ではなかろうし、それが恐ろしくもあろう。だが、それゆえに、お前にしかできん仕事でもあるということだ。嫌だよ、おじいちゃま。マキナは、もう昔のマキナじゃないのよさ。もう昔みたいにはなりたくないのよ。マジでか？マジだよ、おじいちゃま。ごめんね。
もう嫌なの、耐えられないのよさ。そうか。しかし、そうは言っても誰も認めんだろうな。まあ、そうだな。すぐに戻れとは言わん。しばらく考えてみたらどうだ。1年後の自分、10年後の自分、そして30年後の自分がどうなっているかをよく考えて。多分おじいちゃまは、っていうか宗家の人たちは私のこと諦めてないと思う。もしかしたら今回の爆破事件だって私を家に戻すために宗家の人たちが起こしたのかもしれない。もし事件を起こしたのが宗家の人たちなら、私があの場に居合わせたのは本当に想定外のことで。結局のところ、これは宗家と分家のお家騒動なのよさ。宗家筋直系の私と分家の代表の妹、どっちが入助を継ぐかの争いで、あの人たちの目的は、お金と、権力。ママだっていつまでも待っていてくれるわけじゃないと思うのよ。どうやって？なんても？
長。あのね、今日からパパの部屋でパパと一緒に寝てもいいかな？あんた自分が何を言っているかちゃんと分かってる？うん。あんたが決めたのなら私は何も言わない。でも一度決めたのならちゃんと最後まで頑張るのよ。怖かったり痛かったりしても途中でやめてって言っちゃダメよ。永遠に続く夜なんてない。必ず朝は来るから頑張るのよ。うん、頑張るけど。ユージも、マキナが痛がってたり苦しんでたりしたら、自分の都合ばっかりじゃなく、マキナのこともちゃんと考えてあげなきゃダメよ。それと、ちゃんと否認はするのよ。コンドーム、持ってる？え？一緒に寝てはくれないのね。Thank you.
パン。何かお話しして。パパは将来なりたいものとかある？戻りたくないってそのことばっかり考えてて、自分が何をやりたいとか自分には何ができるんだろうとか考え、このままずっとこの学園にいたいって、ずっと優しい人と一緒にいたいって漠然とそんな風に考えていたけど、修行してるでしょ。そんでね、いつかお金を貯めてパン屋さんを始めるのよさ。そのパン屋さんはね、海のそばにあって喫茶店みたいになってて、焼きたてのパンをお店で食べられるのよ。でね、浜を卒業した後もみんなが気楽に来れるお店にしたいのよさ。そうすればみんないつだって会えるのよ。もうパパには私と一緒にお店をやってほしいのよさ。私がパンを焼くから、パパはコーヒーとか紅茶を入れる人、どう？だろ？きっと毎日が楽しいのよ。ずっとずっと楽しいのよ。
私の処女をあげても、パパに奪ってほしいのよ。どんどん奪っちゃって。どこへ？あ、そうか、入れるのか。どうぞ。痛い！ちょっ、あ、うわ、マキナが二人に。マキナは二人いる。これはそういうトリックなのかと。いや、まあ別に私も本気で言ってるわけじゃないけどね。昨日の夜何かあったのかなってちょっと気になってさ。
それで結局昨夜は男女の性的な行為は営まれたのでしょうか。風見さんとマキちゃんが同勤するというお話を昨夜天音さんから聞き及びましては、老婆心とでも申しましょうか、マキちゃんの友人として安閑としてはいられようもなく、結果の遺憾を本人の口から厳しく問いただそうかと思いまして。ああ、だからマキナ、なんか元気がなかったのね。風見さん、あなたには失望しました。がっかりです。いいいい、ユージ。女の子がね、男の部屋に泊まるってのは、それはもうやって OK ってことなのよ。抱かれる意を決し、いつもより念入りにお風呂に入って、抱えた枕で高鳴る胸の鼓動を隠しつつも、さあいつでも抱きなさいと身構えていればあっさりする。これではマキちゃんの女としてのプライドがズタズタです。マキナなら今私の部屋でパン焼いてるから、そっと背中を抱きしめて、マキナ、お前が欲しいって言えばいいのよ。なんだかんだと大人ぶってはいても、所詮はユージもお子ちゃまね。あんた全然わかってないわよ。いい、ツンデレがいやと言った時はオッケーってことなのよ。わかる？押すなと言ったら押せ、それがツンデレよ。それはツンデレではなくリアクション芸人なのではないでしょうか。とにかく嫌って言ってても心の中じゃもっとグイグイ来なさいよ。嫌がってる私を無理やりねじ伏せてみなさいよってことなのよ。わかる？あなたたち、またこんなところで朝からたむろして、今度は何の悪巧みをしているというの？いや、別に悪だくみってわけじゃないわよ。マキナが昨夜はユージの部屋に泊まったってのに何もなかったって言うから、まずはそれが本当か嘘かって話から始まって、もし本当に何もなかったのなら何が原因なんだろうねって、そんな感じ。風見君、あなたの他人から誤解されやすい性格や度を越した冗談を平気で口にする態度に軽微な問題はあったとしても、決して不誠実だとは思ってはいないし、私はこれでも一応あなたのことは節度のある人物だと認識しています。ですから正直に言いなさい、イリスさんを抱いたの？オーケーのー。そんなに何もしなくしよう。あんた誰なの？なの、
よくわかんないけど、みんなパン食べる？待望の新作 M8i2 なのよ。 M8i2？ そう、 M はメロンパンを表す形式記号で、8は8番目に作ったパンを表して、 i は制作者のイニシャル、イリスの i、 最後の2は改良番号。2回改良を受けましたよって意味なのよさ。見た目は普通のメロンパンじゃない。何をどう改良したってのよ。パンは焼くと膨らむでしょ。だから表面のクッキー生地とベースのパンの間に波形に型抜きしたパイ生地が挟んであるのよさ。メロンパンの命ともいえるかじりついた時のザクザク感を大事にしてみました。そう、ヒントはそれ、錦大帝の羽と同じ構造なのよさ。まあ食ってみ、結構いけるのよさ。感想を聞かせてほしいのよさ。どれどれ。ほんとだ、なんか今までにはないメロンパン感覚。ふんわりザクザク。私これ結構好きかも。でもなんかスカスカしてるわね。食べ応えが足りないんじゃない。そうね、でも温かい状態でアイスクリームと一緒に食べたら美味しいかもしれないわね。もうやはり食べ応えが今後の課題なのよさ。早急に M8i3 の開発に着手せねば。トム、パンと生地の間にイゲタを組んで中にクリームをサンドするインテグラルタンク構造にしてみるのよさ。ついた瞬間にブギュッとクリームがはみ出る新構造、名付けてワンバイトオーバーフロー。これは売れる。食べにくいけど売れる。前から聞こう思うててんけど、なんでメロンパンなのに丸いん？丸いのはサンライズやん。どっか行くの？帰りは？何時頃になるの？ay, ay, que se me pegue la regalada gana。そう、じゃあマキナと大体同じ時間だね。晩ご飯用意して待ってるから、遅くなるときは電話して。はい、行ってらっしゃい。